こんにちは、速稼塾の方です。今回はですね、YouTube チャンネルのちょっと紹介をしたいと思うんですよ。で、この方はですね、漢検おじさんの、漢字検定ですね、漢検おじさんの YouTube チャンネルというチャンネル名なんですけども、まあ、漢検にね、漢字検定に興味がない人もちょっと話を聞いてもらいたいんですよ。今回紹介したいのは、この漢検おじさんの YouTube チャンネルさんの中で、たまに出てくるね、政治系のチャンネルなんですけども、チャンネルというか動画なんですけども、一つはですね、国の借金1200兆円の大嘘ということですよね。タイトル的には西田昌司議員は財政破綻は嘘と言ってるよというものなんですけども、これがですね、まさにその通りで私の言いたいことなんですよ。そして他にももう一個ね、すごく面白い記事がありますんで、ぜひね、見てもらいたいと思います。それはですね、税金アジャース丸山穂高衆議院議員、議員特権の文書交通費で帝国ホテル122泊ということでございます。これはね、丸山穂高議員さんのね、もうね、本当こう風刺的な国会議員の特権はこんな感じだぜっていう風に晒してるんですよね。これはだから丸山穂高議員がもうね、自分のジャブジャブぶりを見せたいわけじゃなくって、みんな言わないけど国会議員みんなこんな感じだぜみたいなね、国会議員の不平等特権をなんとかみんなで考えようぜみたいな感じで暴露してくれてるんですよね。なかなか面白いですよね。だから、ね、こういう方は私大好きですね。勇気もあるし、どこにも揉まれずに忖度もなく、本当にね、これ N 国党の方なんですけども、立花孝志さんとね、普段一緒にいるところあんまり見ないんですけども、やっぱりね、考え方がものすごくアナーキーだなと思います。私たちはこういう人にものすごくね、ちょっともうちょっと注目していきたいなと思うんですよ。まあ、ぜぜひひでなんですけどね。まあ、そしてですね、今回もう一個紹介しましょうか。特別定額給付金10万円の給付2回目があるかもしれませんってやつですね。これ3日前に、公開されたこう動画なんですけども、それぞれ動画の URL をこの動画の、ね、説明欄につけておきますので、この漢検おじさんの YouTube チャンネル、このタイトルだと漢字検定のことずっとやってそうでしょ。でもやっぱり皆さんの暮らしのこと、私たちの暮らしのことにもちゃんと注目してくださってるんですよね。まあ、だからね、見逃さないように見ていただきたいと思います。それでは本日は以上です。